落とすと抜かれてる。その子たちがこの曲で何を見せたいのかとか、構成の中でどこにポイントを、例えば衣装替えのところにポイントを置いているのか、それともパフォーマンスのところにポイントを置いているのかとか、いろいろとちょっとその辺が気になって、僕だったらどこか楽しいかななんて、そんな感じで見ているので、あの大きく手振りを振って楽しそうに踊っている子がいると好感持てますし、衣装替えのところにもちょっとしたタイミングをちゃんと考えて計算してやってらっしゃるところとかにもポイントとかをつけやすく、つけたくなってしまう感じですかね。そういった点が僕の中の審査のポイントでした。ありがとうございます。ちょっと皆さん今聞かれてドキドキしてるかと思うんですけれども、これ私気になりまして、レイさん、あのチームのメンバー間でやっぱりこうダンススキルが差がある場合ってどのように揃えていった方がいいんでしょうか。先ほども2、1、投票終了です。オンラインの方々、投票作業お疲れ様でございました。それでは最後に会場の皆さん投票 OK ですかね。では投票を締め切りたいと思います。せーの、3、2、1、投票終了です。今年の夏も決勝
詳細は落ち着いたでの発表をお待ちください。熱い戦いが期待できそうですね、皆さん。楽しみです。戦いを勝ち抜いて優勝を飾るのはどのチームなのでしょうか。東急です。今回1番手だったんですけども、最初から結構かっこいいというか、まっすぐ息変えるようなものができたんじゃないかなと思っています。すごく楽しかったです。ありがとうございました。今日のリクルーク、いかがでしたか。感想をお伺いしていいですか。ラブリーダンスです。本日はシークレットゲストとして出演させていただいてありがとうございました。ありがとうございます。皆さんすごく温かく見てくださって本当に楽しくパフォーマンスができました。リンドルの皆さんは本当にこう一生懸命でひたむきでこう、なんだろう、私たちもね、すごく刺激をもらいました。そしてなんかこう、応援してくださってる方もたくさん見に来てくれてるので見て、なんかこう、いい関係さんだな、いい関係だなって、すごく素敵なイベントだなって感動しました。これからも応援してます。頑張ってください。僕と来年です。やっぱ井上なぎだ、やっぱり。ありがとうございます。あと池田くれさん、同世代というか、近い人の年齢の方々がこうやって一つの目標だったり、チーム一丸となって戦ってるというか、頑張っている姿、本当に素敵だなって思うし、私たちもグループでやってるので、すごく刺激になりましたし、こういう熱い機会を見ることができて、そして参加することができて、とても嬉しかったです。楽曲とかもね、ラブリードールの使っていただいていることをファンの方々とかからも伝わっているので、本当に嬉しいです。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ラブリードールの日向春菜です。私も23歳ということで、結構同世代だと思うんですけど、すごくキラキラしている姿を見て、私ももっと頑張ろうと思いました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。これ衣装のこだわりとかをさらっと教えていただいてもいいですか。1週間寝ずに頑張って作りました。1曲目はホーケとホーケのリスペクトして、ホーケと同じような衣装になるように広がり方とか意識して作りました。2曲目、3曲目、4曲目も同じ衣装がやりながら、モモキュンらしさも伝わるような衣装になるように頑張って作りました。これからも頑張りたいと思います。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。2秒早く思ったら元気だ。今から全部1週間徹夜で大変ですもん。続いてお願いします。順番に以上のポイントでも説明しましたが、今大会では両日予選4位のチームのパフォーマンスを予選大会とは別の審査員の方に審査していただきまして、関東が最後の7組目を争っていただきます。さあ、関東予選第1日目第4位となったのは早稲田大学、モモキュンです。こちらの結果はですね、モモキュン、7割目の、チームの審査発表なんですが、こちらの結果は6月19日午後9時、19日の午後9時にユニドル公式ツイッターにて、発表いたしますので、こちら皆さんね、チェックをしてください。すごいと決定されたというのね、本当にもうユニドルがどれだけ施設の合わせで、どれだけ入れるかということで、とても思わされる、得点でした。ありがとうございました。今日の発表を終えて、感想をもう一度お願いします。ありがとう。はい。今日はですね、特定のイベントに、ラブリドルもこう、シークレットゲストとして、こうやって立たせていただいて、本当に光栄と思っております。本当にこう確立した戦いといいますか、皆さんのこう努力とかこう夢に向かって進んでいく姿、すごく心を打たれました。これからも、諦めずに、たくさんのことを一生懸命頑張ってほしいなと思いますし、私たちも、実はこれからも頑張りたいなと思いました。本当にお疲れ様でした。素晴らしいコメント
第2位早稲田大学フリースマイル、第3位慶応義塾大学さよならモラトリアム、そして第4位が早稲田大学のモモキュンとなりました。ユニドル2022サマー決勝戦へ進出します。関東からの最後の一枠の出演出場するチームは近日中に発表いたします。惜しくも私たちチームの時点は敗者を迎えているチャンスがありますので、まだまだ目が離せませんということで、ね、本当にもう皆さんいろんな思いがあると思うんですけども、この日に、ね、本当に悔しかったり嬉しかったりもう涙、ね、今にも本当にもう表情見てると出そうかなっていうメンバーさんいらっしゃるんです。この日に向けてね、みんな努力してきたっていうのは全チーム変わらないです。皆さん今一度大きな拍手お願いします。皆さん感動ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。もう今日もセットリストになります。出演メンバー8名の方々です。2022年6月14日火曜日、ユニドル2022サマー関東予選1日目の結果内容になります。ももきゅんさんは単位4位という結果でいらっしゃいました。出演されましたももきゅんさんのメンバーの方々になります。ももきゅんさんのパフォーマンス終演後のメッセージになります。モモキュンと始める夏。モモキュンさんはユニドル2022サマー関東予選1日目に置かれまして、トップバッター18時14分頃からの出演を予定されていらっしゃいました。ももきゅんさんの大会1日前の告知になります。ももきゅんさんのキービジュアル公開になります。君と目が合うその瞬間、夏が始まる。